皆さんこんにちは。マッケン散歩の時間です。ということで久しぶりにですね散歩に来たんですけれども、こちらですね本日来ておりますのは、熊本県八代市にありますですね、こちらの龍神社というところです。地区はですね水島というところなんですけれども、こういうですね後ろに多分社がもう見え隠れしてるんですけれど、こちらですね龍神様を祀ってあるということで結構有名なパワースポットになっております。でそしてですね海の中に浮かぶ神社としてですね結構熊本のみならずですね九州内外からですね、参拝客が、いらっしゃるようです。ただですね、まだ自粛要請、緊急事態宣言が解けてですねあまり時間が経っておりませんので皆さんまだ、こうやって観光に来ることは少ないようです。私もですねあまり寄り道はせずにまっすぐ帰ろうと思うんですけれども、今からこの神社の紹介をしていこうと思います。ということでこちらは熊本県八代市水島にございます龍神社、そして水島でございます。このようにですね非常に風光明媚な景色を作り出しているところなんですけれども、結構歴史は古く万葉集の頃からこちらの島は記載が出てきます。景光天皇が来たことでも知られているわけですね。はい、ということでですねこちら、神社なんですけど、こちらですね水島というところになります。でねこの立ってる神社自体はですね解説をしようと思った他のお客さんが続々とやってきたので、こちらの画面だけ映させていただきます。残念ですね。結構あれですよ、ニヤニヤされちゃいましたよ。ということで気を取り直していきましょう。この水島は球磨川の河口に位置する、海抜11メートル、東西93メートル、南北37メートルの結晶質の石灰岩とですね1枚の千枚岩からなる小島なんですけれども、こちら日本書紀の景光天皇がですねここに来てですね、そして食事をとっている時にちょっと掘ったらですね水が出てきた奇跡の島というふうにですね知られております。でこれがですねもう本当に日本中に広まりまして、この水島は奇跡の島と長らく呼ばれておりました。でこの万葉集にはですね永田の大君がですね筑紫に使わされてこの水島に渡る時にですね歌を歌っていることでも知られております。祀られているのは龍神様なんですけれども、他にもたくさんなんか祀られているんじゃないかなという感じがしました。それにしてもですね本当に祠とか多くて、そして景色も良くて、やはりパワースポットは違うなという感じですね。でなおかつですねこの後ちょっと映るんですけれども、このように下の方に降りていくことができまして、なんと八代海のですね生物たちに触れ合うことができるわけです。ここにいたのはカニさん、そしてカニさんとムツゴロウの共演、なんかムツゴロウがちょっとね寄っていくんですけど、でこのようにですねパコ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 しております。生きてるんですねみんな。はい、ちなみになんですけれども、こちらはですね向こうの方にですねちょっと小高い丘のようなものが多分見えると思うんですけれども、見えますねこっちにですね。はい、でこのですね私の頭の隠れてる方、向こう側なんですけれど、あちらがですね八代の市街地になっております。結構ですね変わった橋があるみたいで、なんとか橋っていう風に書いてあったんですけれども、あちらはですね本日はちょっと撮影することはないということです。今日は明るいな。で今日はですねかなり天気が良くてですね、ちょっと春先の青空っていう感じなんですけど、見てください、春先の青空って感じですね。ですね今日は非常に気温も低く、現時点でですね24度ぐらいかな。そして風が結構吹いてますので、かなり涼しいです。いいですねこういう天気は、非常に清々しい気持ちになります。ではねとりあえずもう紹介は終わりましたんでね、ちょっと場所を移動しようと思います。というよりもご飯食べに行こうかな。ということで帰ってる途中ですね、干潟の中にこのように穴を見つけました。なんかやたら大きいので、なんか柱でも立ってたのかなという感じですね。そしてぺっちゃんこに踏み潰されたこのタオル、虚しいですね。どうやら
ネズミの王国のですねキャラクターが描かれてるみたいですけれども、まあこういうこともありましょう。でこれが駐車場なんですけど、一っ子一人いないのになぜかこのように人が非常に多い車のことですね。そして食べに来たのはこのラーメンカドマン、結構ですね安くて、そしてこの八代の中でも有名なお店だそうです。中にはですねこのようにメニュー表がありまして、非常にレトロチックな店内でした。でおじちゃんとおばちゃんがですね2人で切り盛りしてるんですけれど、まあ本当にですね熊本ラーメンなんですけれど、まあまずチャーハンですね、これチャーハンちゃんとパラパラしてて非常に美味しかったですよ。味付けもですね結構まあ塩気が強いわけではない、どっちかというと旨味が強いっていう感じの味でした。でこのラーメンなんですけれども、まあ熊本によくある中太縮れ麺、中太麺っていう感じなんですけれど、まあ、スープがですね普通の豚骨ラーメンとは違いまして、ちょっとこうラー油が入ってるのかな、ちょっとごまと、ちょっとピリッとした風味があって非常に美味しかったです。そしてなんと食後にはですねこのようにコーヒーのサービスもございまして、私は大満足でございましたというところです。八代に来てですねちょっとレトロなラーメン食いたいと思ったらカドマンへよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。